1977年の東シカゴ駅と石灰鉱山専用線周囲約 1.5km 範囲。右上が新徳方面。当駅構内は右上方に見える。左下の金山湖畔近くに急線跡が残っている。駅裏の積み込み設備は王子工業シカゴエ工業所本線に沿って左下の積み込み設備へ向かうのが 日鉄工業東シカゴエ工業所の専用線で途中にも積み込み設備を有している。当駅構内の島式ホームのイクトラ側が切り欠き機場に延長されているが現在では延長部は撤去されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成東シカゴエ駅は北海道空地郡南富良野町麻東シカゴエに ある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道根室本線の駅である。JR 北海道の駅番号は T35、島式ホーム1面2線を有する地上駅。古線橋はなく、ホーム間は校内踏切で連絡している。駅舎はあるが、無人駅である。ホーム上には、石灰石と書かれた大きな岩がある。現在、JR 貨物の駅は、 シャー貨物の臨時取扱い駅となっている。貨物列車の発着はなく、貨物設備や接続する専用線もない。かつては日鉄工業東鹿越工業所へ続く専用線があった。この専用線は、北連農業共同組合連合会中、シ利製糖工場において、佐藤の製造過程で使用される石灰石を発送するために使用されており、 そのため駐車利益との間に1日1往復の石灰石輸送列車が運行されていたが、1997年3月に廃止された。また、王子木材緑火事古腰工業所へ続く専用線も存在していた。また、近年の乗車人員推移は以下の通りである。駅の目の前に湖が広がる。その反対側には工場がある。 ありがとうございます。